スタンブール着きました。もともと来る予定じゃなかったんだけど来ちゃいました。そこにあのバスがいっぱい止まってるんで、あそこが乗り場かと思うんですけど、ちょっと行ってみます。このハババスっていうのがね、タクシム広場に行くんで、それに乗れたらいいなと思ってるんですけど、これかな、タクシム、あー、OK、タクシム、タクシム、ドルスバス、バスバス、何度か乗れました。イスタンブール、あー、なんかここの景色見たことあるな。10年前に来たことがあって、そういえばここからバス乗った気がします。久しぶりに来ました。いや、ちょっと金額タクシーでいきなりぼったくられちゃいました。あのタクシーは僕乗らない主義なんですけど、ちょっと今日はもう足がこんな感じでね、まあ、ちょっと最初に確認しなかったのはいけないんだけど、この辺に宿があります。割と繁華街ですね、ここ。ちょっとよく分からず予約したんですけど、結構騒がしいストリートですね、これ。 Thank you. ありがとう。Okay, thank you. Say. Okay, thank you. Bye bye. ここで食べてみますかね。ローカル食堂です。Thank you. いい場所だな。おはようございます。今日はね、ちょっとこれからイスタンブールの病院に行ってきます。ちょっとタクシーがもうぼったくられるから嫌なんで、バスで行こうとしたんですけど、イスタンブールのね、バス、路線バスとかメトロがね、イスタンブールカードっていう必要でして、それを買おうかなと思ったんだけど、宿の前にいた兄ちゃんがね、貸してくれました。これです、これ貸してやるよっつって。
で、なんかチャージをねして金額を加算させるんですけど、これで使ってその分のお金は兄ちゃんに払えばいいかなと思って、ということでちょっとバス乗り場に向かってます。ちょっとね、歩き方もだんだんコツが分かってきて、昨日よりちょっと早く歩けるようになりました。おお、モスクだ。ここタクシム広場です。バス停に急ぎます。イスタンブールは猫の街ですね。やっぱ野良犬より野良猫ですね。ここにもいます。Excuse me. Do you want the light? Yes. Hello. I was bitten by a dog and in other country. So... Sorry? Kedi, köpek, nerede ısırdı? Peki, yeah. Orada. Ne zaman? Dün mü, bugün mü? Thank you. ここっぽいですね。 Google 翻訳で訳したらここでした。I need a dog. Dog. Yeah, yeah. Dog. But... 狂犬病のね、ワクチン、2回目を打ってきました。やっぱりこう4回打たないといけないらしくてね。で、何日かおきに次は3回目って4回目ってあるんです。それをやらないといけないっていうことで、野良犬もいますね。これはちょっと夜は出歩かないようにしましょう。怖っ。巻き終わりました。これを毎日交換したいと思います。タクシム広場でございます。イスタンブールカードを
買おうかと思いまして、メトロ乗り場の地下のところで買える場所があるってことでね。カード自体が70リラで、ちょっとよく分かんなかったんで200リラ入れて、残り130リラでチャージしました。そんな使わないかもしれないですけど、今日これからね別のホテルに移動します。病院とか空港のバスが出るところの近く、なかなかいい感じの場所があったんでね、そこに移動したいと思います。終わりました。ありました、ここです。なんかおじさんたちの憩いの場みたいになってます。ちょっとローカルな感じですね。そしてね、ここがいっぱいいる。